やべえしんちゃら、キウイちゃん登場。魔法少女に憧れて、第3話の反応集&感想どうぞ。水曜深夜の健全アニメ。予定通りの日常風景である。ママ可愛いね。普通にしてると可愛い。学校サボりじゃなくなったのか。なねばよし、なんだ。これだから急では。魔界に入る時間か。いきなり連れて行かれたな。サーガークの組織に潜入だ。違法建築みたいな形してる。いやこれどうやって建てたんだよ。ナハトベース、白色だったのね。初期面とカユト2期面がいるみたいじゃないか。もう帰りたがってら。ひさせると思うてか。ゆっくりして行ってね。アラモエ袖だわ。新キャラ来た。出たわね、キウイちゃん。すでに目が決まってる。アニメに出る前から視聴者にブロック崩しで脱がされてた子。この子先輩やったんか。いきなり手榴弾を持たせるなよ。キウイじゃなくてパイナップルじゃねえか。キウイなのにパイナップルとはこれいかに。特に理由のない爆発が当て直そう。挨拶代わりのパイナップルとか飛ばすな。爆発からのオープニングなんて最低。正統派魔法少女ものオープニング。ドス、別室探機になりすぎる定期。爆裂ってそういうことなのね。間一発逃げたか。やっぱり逃げ足早いな。ベーゼちゃん、あれを無傷で回避するのか。回避動作で反射的に変身するウテナちゃん言うの。初対面で挨拶代わりに同僚が手榴弾を渡してくる職場って怖くね。変身マンクキターン。謎の光パイセン必要あるか。謎の光三強も大活躍ですね。一瞬教師かと思ったけど軍服か。これが汚いキュアマジェスティですか。あ、かわいい。じゃないが。物理すぎるだろう。ティロ、フィナーレしてきた。本拠地で戦うなよ。やっぱレオパルトはアニメ前すげえな。こいつこのハチャンボエか。ズリズリしやがって。何ですかその動きは。もっとやれ。子が多い。まだヒロプリは終わっとらんぞ。なんでそんな体勢でそんな動きしてるんですかね。ヤンデレかな。キウイちゃんやべえ子だった。頭にグレネード乗せないで。なんでなんでなんで。攻められて喜んでるぜ。マジやべえぜをその気にさせるとマジやべえぜ。反撃きた。スイッチ入っちゃった。ここからはウテナのターン。同僚でプレイを始めるなよ。こちょこちょの剣でもするんか。めちゃくちゃにしたいだけ。正体表したね、やべえ女。ついに蒸気室開眼しました。いい笑顔で何言ってるのこの子。サイコ感増してきたな。ダメだこいつ、早くなんとかしないと。いっそすがすがしいな、サクラン。喫水のド変態じゃないか。レオパルトちゃんちょっと引いてる。クソヤバ女かよ。作品に残る名言である。レオパルトちゃんやべえ子なのにベーゼちゃんもっとやべえ子だった。マジやべえぜマジやべえぜ。電気攻めきた。電撃でお仕置き。レオパルトさんに電流走る。電流プレイはやめなされやめなされ。電気攻めとか怖すぎる。危害行為をマジで相互理解のためにやってそうなヤバさを感じる。味方も分からせていくのか。小顔いのやられ声。クラシック調の音楽が流れてるの、なんか笑えてくる。一瞬で力関係が逆転してて草。ユリの波動を感じる。攻めた後に優しくするの。リン、彼氏のやり方なんよ。世界一可愛いグザマ敗北。やっぱりマジアベーゼでしょこいつ。全ては計画通り。デスノートのライトですか。やっぱりこいつキューベ感を感じるぞ。これはメスの顔ですわ。メインヒロインの誕生である。エルちゃん声であり、このハちゃん声であり、ノワール声であり、ミステル声であるレオパルトさんなのか。いつもやらかしてんじゃねえか。お肌が潤ってる。ツヤツヤやないか。楽しそうで何よりです。これから毎日過去一番やらかしを更新していきそうな勢いですね。そりゃあんだけやればツヤツヤでしょうね。転校生タックル。なんでここにキウイさんが。再会に真空地獄ブルマするジェシーがいるか。転校してきた。早速転校してやがる。転校早すぎない。悪の戦士が正体を隠して転校してきた。王道展開。キウイちゃんかわいすぎん。すっかり仲良しになられたようで。
この学校がだんだんエッチな学園になっていく。最高のユリアネメになったけん、これでまだあと一人いるんだよな。やっぱりこういう枠のアニメも大事だよな。壁紙魔法少女会、待ち受けにするほど魔法少女が好きなのに激しく攻撃してしまうてなであった。キウイちゃんと待ち合わせなのか。デートだデートだ。スライディング抱きつき、会っていきなり飛びつくなよ。悪質タックル、ほんと悪質だよ。登場方法これしかないんか。すっかり開発済みの顔です。こキウイちゃんその目で陽キャかいな。この子かわいすぎるな。普通のデートで満足できるのか。これがユリデート。関係規則が。キウイちゃんのアカウントどこですか。キウイちゃんでっか。でかすぎます。 SNS アップすんな。炎上するぞ。ドルウェムの悪役じゃなくて承認欲求モンスターだった。お昼のぼっち飯バレてる。ぼっち飯も見られてる。完全にストーカーになってる。プライベートが隅の隅まで筒抜けじゃないか。ファン来た。ユリク感いいぞ。ここだけ見ると健全アニメだ。画面割れてるのリアルすぎる。スマホ割れてるのなんかいいよね。映画デートまでしてる。悪の組織がヒーロー映画見るのか。おかしい、普通のユリアニメみたいだ。初対面で電撃イチャイチャしてたとは思えんな。マジメイト来た。二次元オタクキャラデートあるあるのアニメイト。そんなの売ってるんだ。魔法少女フィギュアの版権料はどこ行くんですかね。胸でかくてもええやんけ。お前も大概でかいだろうが。完全に充実のデートコースじゃん。めちゃくちゃしてた。意味深。私服だとお寺がお母さんか親戚のお姉さんみたいだな。変身している時はキャラになりきってるんです。スマホがバキバキ。ゆいちゃん下着見えてる。承認欲求モンスターじゃん。アカウントあるんだ。魔法少女の投稿にキレてる。自分よりバズってるから嫌いなのか。承認欲求で悪の組織入りしたのか。悪の組織入った権威マジでメスガキ。ブルーレイではパンツが消えるのか。エーチ自撮りって悪の組織の素質なのかよ。レナリータがスカウトしたんかよ。即答すぎる。エーチが自撮りしてるとこに出てきてスカウトしてるのどうなってんだよ。ここ結果的に自撮り画像放出を阻止してるのよな。魔法少女アンチすぎて加入を即答したのマジで草。ウテナが事前になってしまった。この子がちゃんキャラめっちゃええな。完全にウテナの女になっちゃった。いきなりドス。リフォーム来た。こんなところで。そんな簡単に変身できるのか。随分と個性的なコスプレですね。悪の組織よ逃げろ。急に変態コスプレが出てきたらびっくりするよな。破壊活動してなかったらただの変態コスプレなんだよな。魔法少女来るの早いな。魔法少女アニメの舞工場はいらない。現役プリキュア声優が登場の舞工場エラー言ってる。この世界はオスダレ一人もいないのか。消滅したのか。マゼンタちゃんマジちょろい。ピンクは素直な子だね。茶でもしばく。この関西弁もよき。魔法少女が好戦的すぎる。売り文句に買い文句。レオパルトとサラファのバチバチ好き。お互い煽りスキルが高い。一応市街地なんだしぶっ放すなよ。その顔ぐちゃぐちゃにしたいっすね。確かに敵にも味方にも武闘派がいると戦闘が映えますな。マジやべえぜ。文字通り英知なことばっかり考えてますよ。期待してますやんけ。アズールはもうダメだ。完全に自分から自ら捕まりに行っただろ今。僧侶枠にはまだ早くってよ。アズールが官方向へ加速してる。めっちゃ興奮してるじゃねえか。いい笑顔だな。視聴者と全く同じ反応すぎる。アズールとマジアベズはもう戦わなくていいんじゃないかな。胸にマジカルビンタ、王道ですね。ひっぱたいたね。親父にもひっぱたかれたことないのに。アズールさんお楽しみですね。本当に何してるんですかね。アズールは目隠しが好きと。いい顔すぎる。ベーゼさん楽しそうっすね。また何か目覚めてるよベーゼちゃん。こんなことしてる場合ですよ。背景に変態が吊るされてる。こっちは真面目に戦ってるのに。かかったな。それはフィギュアだ。フィギュアを使ったのか。せっかく買ったのに。
ベーゼの操作技術だいぶ上がってきたな。イモムシアズール。アズールちゃんよ。アズールはそのままにしておいた方が喜ばれそう。フィギュアをまた変えるだけの経済力。ここのユリ成分にテナの主人公力が光る。これは惚れ直す。こいつ女たらしすぎる。友達意識はちゃんとあるのいい子なんだよな。あら、チューしろ。チェリマホでもしてたぞ。素晴らしい空間。ホテル。ホテルじゃねえか。歓喜。そういうホテルじゃねえか。やる気満々やないかい。少なくともヒロインがする顔ではないな。ダメだ、こいつ早くなんとかしないと。キウイトーテナの絡みは愉快。正統派少女漫画エンディング。マホアコ、最高のアニメだ。なんてブレないアニメなんだ。まさかコガちゃんからこんな声出るとは思わんわ。エンディングで浄化しようとしてるけど、もう手遅れだからな。この寝ちゃってる3人本当に可愛くて好き。もう終わりか。5分ぐらいしか経ってない。ないだろう。マホアコは今期派遣だわ。今期どころか今年の派遣が決まってしまったな。今週もアクセル全開だった。テンポもいい感じで話が進んでいる。いやー最高だった。キウイめっちゃエッチだった。コガちゃんのキャラが登場して内容も面白くなってきたな。分からせで落ちたのか、可愛いって言ってあげたから落ちたのか、どっちなんだ。青子とさよちゃん、マジアーズールはもう戦力外だろ。というか黄色だけいればいいんじゃないかな。これほど将来が心配な主人公も珍しい。専業の女王になればいいんじゃないかな。これは日朝でも放送すべきアニメ。スカイプリキュアの前後に枠を設けるべき。ということで、魔法少女に憧れて第3話視聴させていただきました。相変わらずガンガン飛ばしまくりでいいですね。原作よりも英知度はかなり高いです。今回はパイナップルアーミーことあらかわキウイちゃん登場。あら、ユイみたいな名前だな。この子の登場でマジアベーゼコトーテナがどんどんそっち方面に目覚めていくんですよね。だからある意味在なキャラではありますね。でもこのキウイトーテナのユリがまたたまんねえんだ。変身前はキウイのがグイグイ行くキャラなのに、変身後は完全に立場が逆になってる。ギャップも最高です。しかし改めて見るとこいつらマジでエーチな格好しすぎでしょう。他のキャラがそうでもない分この2人が余計目立つ。そして魔法少女サイドはもうマジアズールはおしまい。落ちるの早くない？そんなアズールを攻め立てる時のマジアベーゼのこの顔、もう完全にサディストなんだよな。この子の S ぶりはこんなもんじゃないから恐ろしい。アニメ界で一番の S なんじゃないか。でもこのアズールも実はこの先ちょっとしたドラマもあるんですよね。なかなかに魅力があるキャラです。黄色子とマジアサルファの関西弁とキウイのやりとりは面白い。今回だけじゃなくこいつら会うたびにこれだからね。しかしつぶやきでもちらほら言及していた人いましたが、確かにモブですら男を意図的に変えてないですね。まさか男が死滅した世界とかいう設定が後で出てくるんじゃなかろうな。というわけで魔法少女に憧れて第3話の感想でございました。今回はキウイを前面に押し出すという話の構成上、間に挟まれたエピソードであるマゼンダとマジアベーゼの話を飛ばしてましたが、もしかしたらそのままカットするのか、それとも次回やるのか、3人目のこの子を先に出して3人揃えるのを先行させるのかも。以上、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。君と私との約束です。